ロデリックは西郷と最後の王。歴史上では彼は非常にはっきりしない人物である。これは彼がイベリア半島全土を治めていたのではなく、対立勢力と争っていたこと、ウマイア朝による半島占領後すぐに殺害されたことに起因する。後世書かれたアルフォンソ三世年代記によると、ロデリックはテオデフレードの子として生まれたという。 彼の正確な少年は不明で、おそらく687年以降であろう。エギが王即位に伴い、テオ・デフレードがコルドバへ流され、結婚したと推測されるからである。754年の年代記によると、ロデリックは元老院の後押しを受け払う含みで王国を占領したという。歴史家たちはこれらの言葉の正確な意味について長く議論してきた。 前にも起こったことのある典型的な宮廷クーデターではなく、むしろはっきりと王国を二分しようと宮廷へ、暴力的な侵略行為を行ったと見られている。この侵略が王国の外側からのものでないことが推測される。なぜなら、レガナムという言葉は王座を意味し、おそらくロデリックは容易に王冠を散脱したと見られるからである。それにもかかわらず、ロデリックは、 地方の司令官であったか、クーデターを企てた際には亡命の身ですらあった。政党の王ウィティザの暗殺、または敗イに、または彼の自然死の原因に関係していようがいるまいが、トゥーマルトとは、この三脱行為がおそらく力づくであることを伺わせる一部の学者たちは、アギラセ世がロデリックの対立王であり、ロデリックは、アギラセ世から王,王座を奪おうとしたと信じている。アギラ2世は、 実際にウィティザの息子でかつ後継者であった。ロデリックがクーデターを成し遂げた元老院はおそらく有力貴族と一部の司教から構成されていただろう。反乱側に聖職者が参加したことには議論がなされている。一部の人々は司教からの指示を得たことは大井三奪というレッテルを貼られる行いに繋がらなかったと主張する。 現世における教会の支配者は、レカレド一世時代以降の西豪と王国王位継承を決定するのに権力を持つ存在であった。しかし、王位継承権を持つ王族は、西豪と王国最後の数十年間に彼らの影響力を封じようとした歴代国王の措置にそれほど影響を受けなかった。これは711年のクーデターでの彼らの影響から明らかである。クーデター後、 王国の南西はロデリックの領土となり、北東は考古学的そして貨幣を証拠としてアギラの支柱にあったことが分かっている。現存するロデリックの12枚の硬貨はすべてトレドで、鋳造されアービドリックブスの名が刻まれている。おそらくロデリックが首都としたのはエギタニアであった。硬貨が発見された地域は重ならなかった。このことは、 二人の統治者が異なる地域から対立し合って国を治めていたことが非常に高い割合であり得ることを示唆する。ガライキアとバイティカ、二つの州が陥落したことは不明である。ロデリックとアギラが軍事的対立にあったとは決して見えない。これはおそらくアラブ人九州にロデリックが没頭したこと、王国が正式に分割されなかったことで説明ができるだろう。 西豪斗王の一覧は、7年と6ヶ月統治した、ルデリグス王に言及している。一方で、年代記、クローニコン・レグム・ビジガー・ソーラムの別の続編では、アキラ王の統治期間を3連と記録している。日付の付けられない王の一覧とは、対照的にトレドで書かれた754年の年代記においては、ルデリクス王は1年間支配したとある。 ロデリックの知性は常に710年に始まり、またはさらに一般的には711年に始まり、711年の後半か712年まで続いたとされる。アゲラの知性はおそらくロデリックの知性後すぐに始まり713年まで続いたとされる。現在のエル・プエルト・デ・サンタ・マリアにあるグアダレーで加工。754年の年代記によれば、ロデリックは 直ちに自分の王位を正当化しようと、アラブ人とベルベル人に対抗する軍を招集した。彼らはすでにイベリア半島南部に上陸して略奪を行い、ターリクイブンズ・イヤードや、その他イスラム将軍たちは多くの町を破壊していた。後アラブ側の文献では、ウマイヤ朝のヒスパニア征服は、イフリーキーや総督ムーサー・イブン・ルザイルの命令で実行された。 得意な出来事だとした。旧世紀の歴史家バラーズリーによると、ムーサー・イブン・ヌサイル・キカの将軍であった、ターリク・イブンズ・イヤードの下に、西元側のアンダルス海峡をお守護していた総督、ウルユンが訪れた。彼らは、協定を結び、ターリクは、自軍と共にウルヤーンが用意した船舶に乗り込んで、海峡を渡り、イベリア半島側に上陸したという。 ターリックの軍は都会後早々に敵軍の迎撃を受けたが、これを破って、統治を制圧した。これらの出来事は、ヒジュラ歴92年のことであった。ターリックとその軍は、アルアンダルス、つまり、イベリア半島に最初に侵入したムスリムであったという。しかし、これは、イフリーキーや総督ムーサーに協議も、事前通告もなく、行われたものであったため、 ムーサーはこの情報を受けるとターリクに書簡を送って、未知の地域に遠征して、ムスリム軍を危険にさらしたこと、遠征への誘惑に負けて許可もなく合併な行動に出たことなどを激しく叱責した。加えて、ターリクにコルドバイエンへの進軍を禁じさせ、今度は、ムーサー自身が海峡を渡って半島へ上陸すると、コルドバまで進撃してターリクと合流した。 ターリクはムーサーと会見して陳謝したので、ムーサーはターリクを許したという。その後、ターリクは西元王国の首都トレドを攻撃した。ターリクは豪華な食卓を投資で獲得し、上官のイフリーキーや総督ムーサーはダマスクスに帰還した際にカリフ・アリードに検定したと伝えている。これらの実際の出来事の日付が非常に近かったことで、 アラブ人たちは無秩序な略奪をはじめ、ロデリックの偶発的な死と、西豪と貴族の崩壊が重なって、半島征服を成し遂げただけである。パウルス・ディアコヌスのイストリア・ラングバードーレムでは、セプテムからやってきたサラ先人たちが、ヒスパニア全土を占領したと記録している。百十二年の戦いのさなかロデリックが自軍に、見捨てられ殺害される以前に、彼は侵略者に対する遠征を、 幾度か行っている。754年の年代記作者は、ロデリックの最後の遠征に同行していた一部の貴族が王国への野望のため手を下したと主張している。おそらく、彼らの内カズトが王位を勝ち取れるよう、戦いの最中にロデリックが命を落とすよう仕向けたのである。彼らの意図がどうであったにしろ、彼らの大半はロデリックと同様に戦死した。別の歴史家たちは、 兵士たちの士気が低かったことをほのめかしている。なぜならロデリックの波乱含みの大い継承が敗北の原因だったからである。ロデリックの兵士たちの大多数が大した訓練を受けておらず、不本意に徴兵されてきた奴隷であった。ゴート族のために戦う地友民はわずかであったとされる。戦いの場所は不確かである。グアガレーテ下半の戦いという名前ゆえに、 おそらくグアダレーテ川川口近くで起きたとされる。ロデリックの最後は不明である。戦闘中に行方不明となったか戦死したのであるが、川の近くで矢を射られたロデリックの馬が見つかったという情報が唯一のものである。754年の年代記によると、アラブ人は711年にトレドを獲得し、市内に留まっていた多くの貴族たちを処刑した。彼らが、 エニカの息子オッパスの逃亡を手助けしたからである。同じ年代記によれば、ロデリックの死後にこの出来事が起こっているので、西ゴートの敗北は711年に遡るか、トレド征服の712年に変える必要がある。コリンズは712年を西ゴート滅亡の年としている。トレドを脱出した前王の息子がオッパスであったとすれば、年代記に記された、 当時のヒスパニアを災難でいた内部の鬱憤の原因であったかもりれない。ロデリックの決定的な敗北以前か、またはロデリックの死とアラブによるトレド陥落までの期間にロデリックとアギラ二世に敵対する勢力によってトレドでオッパスは王位継承を宣言していた。もしそうなら王国への野心を持っていた貴族たちの死は南部での戦いの直後にアラブ人によって トレドで殺害された、オッパスの支持者であったためからかもしれない。カフとなったロデリックの王妃、エギロラは、後に、リフリーキーや総督ムーサーイブン・ルザイルの息子で、アラブ人のヒスパニア知事の一人、アブド・アルアジーズイブン・ムーサーと再婚した。ロデリックの伝承として、次のものが有名である。セウタ総督であったユリアヌスは、娘フロリンダを教育のためと、花婿探しのために、 シ都トレドへ送っていた。しかし、フロリンダの美しさに目をつけた、ロデリック王は彼女を領辱した。娘の復讐のため、ユリアヌスは、アラブ人と手を結び、ヒスパニア侵攻に協力したというものである。スコットランド人作家ウォルター・スコット、そして、イギリス人作家ウォルター・サベイジ、ランドロバート・サウジーは、これら一連の出来事に関連した詩的な伝承を取り扱った。 スコットは1811年のドン・ロデリックの幻想で、ランドーは1812年の悲劇、フリアン伯尺で、サウジーは1814年のゴート族最後の王、ロデリックです。それぞれ取り上げた。アメリカ人作家ワシントン・アービングは1835年のレジェンズ・オブ・ザ・コンクエスト・オブ・スペインの大半をスペイン滞在中に執筆した。これらはドン・ロデリックの伝説。 スペイン征服の伝説、フリアン伯爵とその家族の伝説から構成されている。ロデリックは二つのオペラ作品の題材となった。ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルのロドリーゴ、そしてアルベルト・ヒナステラのドン・ロドリーゴである。ありがとうございます。